入社してみたら職案の求人票の内容と違っていますが、このようなことは許されるのですか？許されまーす。え？許されます。許されるんだ。求人票は求人を出した人が就業規則に基づいた正確な内容をハロワに提出しなければいけないんだけど、労働契約書の内容と同じじゃないといけない法律はありません。めちゃめちゃ高待遇な嘘求人票をハロワにお願いして、人手不足を何とかするために餌に食いつかせることもできたわけ。ただ2018年以降、虚偽の条件を提示して労働者募集をした者には懲役刑や罰金刑が科されることになりました。嘘ついて労働者を募集しても嘘ついたことはすぐバレるし、懲役刑や罰金刑が科されるリスクもあるので、嘘求人票は少なくなってきましたね。一番重要なのは労働契約書です。労働契約時に渡される労働契約書と求人票の記載を比べてみて、何か異なる点はないか必ずチェックしましょう。書かれていることが微妙に違ったり、文言が消されていたりしたら速攻会社に質問してください。ただ、ボーナスのこととか休日のこととか、すーげー聞きにくいんだよね。社員は家族って言ってる会社はブラック企業だよ。はいどうも、西中だー。今日のビットコイン、271万円。大暴落。あ、大暴落。久しぶりだね。みんなも一緒に、大暴落。はい。大暴落。今日の損益、マイナス64,255円。明日も、見てくれよな。チャック。